連日の猛暑で熱中症などの話題が取り上げられますが、注意が必要なのは熱中症だけではありません。近年、脳卒中と心筋梗塞の夏の発生率が高くなっているそうです。夏は血圧が安定しやすい季節と考えられていましたが、冷房などにより室内と屋外の温度差が激しくなり、冬と同様に血圧の変動が大きくなっています。今回は血圧上昇の仕組みや夏の高血圧対策について紹介します。血液を体の細部にまで届かせるには、血管、血液、心臓からの押し出す力の3つが必要です。血管の中の圧力を血圧と言い、血圧は心臓から出る血液量と血管の硬さによって決まります。血圧が正常な時には血液は滞りなく流れていますが、血流が増えて血管の壁を押す力が強くなったり、血管が収縮して血管の中の血液が窮屈になり、壁を押す力が強くなって血圧が高くなるのです。血圧の上昇には様々な要因があります。肥満、インスリンの利用効率が下がることで血中のインスリン量が増し、腎臓での水の再吸収を促進させたり、交感神経を刺激したりすることで血圧が上がります。運動不足、運動不足によって心肺機能が衰えるため、より心臓に負担がかかりやすくなります。塩分、ナトリウムは血中で水分を取り込むため血液量が増し血管を圧迫します。アルコール、血管拡張作用もありますが、飲みすぎはかえって血圧を上げてしまいます。ストレス、ストレスは交感神経を刺激し血管が収縮します。心拍出量も増加します。心拍出量とは1分間に心臓から全身に送り出される血液の量のことです。寒冷環境、寒冷環境下では血管が収縮します。老化、血管の内膜の厚さは加齢とともに増して硬くなります。血管の強さやしなやかさを支える物質が減ったり、その性質が変わることにより血管全体が脆くなってきます。遺伝、両親などが高血圧の場合、自分も高血圧になるケースが多いと言われています。正常範囲を超えた血圧が維持されている状態を高血圧と言います。血圧は個人差が大きく、同じ人でも体の状態によって大きく変動します。安静時の指摘血圧は収縮器が 120mmHg 未満、拡張器が 80mmHg 未満と考えられています。ただし、この値を超えたからといって必ずしも異常だとか、すぐに治療を要するというわけではありません。では血圧が高いと何が良くないのでしょうか。高血圧が長く続くと血管に圧力がかかり続け、早く老朽化してボロボロになってしまいます。血管に弾力がなくなってしまった状態を動脈硬化と言います。高血圧は生活習慣病の一つであり、放っておくと動脈硬化による様々な病気、脳卒中や心筋梗塞などの原因になるのです。夏は発汗により体から水分が奪われて不足し、血液の濃度が増して血液がドロドロになり、血栓ができやすくなります。そのため冬と同様に心筋梗塞や脳卒中の発生率が高くなります。特に高齢者は喉の渇きを感じにくく、脱水症状を起こしやすいので要注意。決まった時間に水分を取るなど、こまめな水分補給が大切です。また十分な睡眠時間をとって適度な運動を行い、喫煙習慣をなくすなどの注意も必要です。じわっと汗が出る40度くらいでの半身浴もおすすめです。食生活を見直すときに役立つおすすめの栄養成分と食品を紹介します。
主食は全粒穀物、未精白穀物にします。玄米には高血圧や動脈硬化などの原因となるアンジオテンシン2の働きを抑制する成分が含まれています。玄米の他にもうずき米、全粒粉で作ったパンや麺類、そばなどにも含まれています。高血圧に関わるアンジオテンシン変換酵素を阻害するペプチドの多い食品もおすすめです。味噌、かつお節などに含まれています。カリウムは塩分を排出し、ナトリウムの吸収を抑制します。ほうれん草やトマト、じゃがいも、タケノコ、さつまいもなどに含まれています。カルシウムはナトリウムの作用と吸収を抑制します。キクラゲ、ひじきや昆布、ごま、小松菜などに含まれています。水溶性食物繊維はナトリウムを排除して血圧上昇を抑えます。寒天や海藻類、リンゴ、さつまいもなどに含まれます。ビタミン C はコラーゲンの合成に必要で、血管の強度を保つのに役立ちます。キャベツ、小松菜、レンコン、ブロッコリー、ピーマン、レモンやセロラなどに含まれています。 N3 経由脂、アルファリノレン酸、イコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸は血液の流れをスムーズにし、血圧の低下につながります。サバ、イワシ、サンマなどの青背魚、魚油、チソ油、エゴマ油、アマニ油などに含まれます。タウリンは正常な血圧の維持に役立ちます。タコや貝類などに含まれています。控えめにしたい食品もあります。肉類や乳製品などの動物性脂肪、飽和脂肪酸、コレステロールの多いものは避けます。汗をかきやすい夏に食塩は必須ですが、摂りすぎには注意しましょう。成人男性1日 7.5g 未満、成人女性1日 6.5g 未満が目安ですが、日本高血圧学会ガイドラインでは1日 6g 未満、 WHO では1日 5g 未満となっています。白砂糖を多量に含む菓子類やジュース類、果糖の多い果物やアルコールは控えめにしましょう。熱中症の対策をしながら、同時にしっかりと高血圧対策をしていきましょう。株式会社玄米酵素では、日本に古くから伝わる食の三原則を基本とする食の考え方を食児童と名付けて、普及と実践に努めています。食児童の一つ、適応食、日本人に適したお米を中心とする穀物や野菜中心の日本の伝統食を心がけましょう。新土富士、自分の住む土地で採れた旬のものをいただきましょう。一物全体食、食物は全体で一つの命、それを丸ごといただきましょう。実は食と環境問題は密接につながっているため、食児童の実践は日本の伝統的な食文化を見直すだけでなく、今話題の環境問題にも大きく貢献します。適応食のお米を選んで食べることが、田んぼを守り洪水を防ぐことにつながります。地元で採れた作物や食品を食べることで、エネルギーなどの無駄遣いを減らすことができます。一物全体食の考え方は、食材の廃棄をできるだけ出さず、食品ロスを減らすことができます。自分たちの健康にもよく、環境にも貢献できる食児童を実践してみましょう。